殿、初めてメールいたします。よろしくお願いします。はい。悩んでいることがあります。それは、仕事を変えるべきかどうかということです。これ昨日いただいてたんだよね。そうだね。22時間前いただいております。私は中学校の教員なのですが、お、中学校の先生。今年の6月からうつ病で休職をしております。コロナ禍以降社会が変化している中で、旧態依然とした学校の状況と、このままでは子供たちが不幸になってしまうのではないかという思いで葛藤があり、病んでしまいました。このような状況のため転職した方がいいのかと思うのですが、休職している今も給与がほぼ変わらずに支払われていたりと手厚い待遇があり、それを手放すのはもったいないのではないかという自分もいます。妻もいる身なので思い切った行動を取ることが正解なのか悩んでいるため、殿のご意見を賜りたくご連絡いたしました。もしよろしければご意見をお聞かせください。長文だ、失礼いたしました。ということで、男性の教員のリスナーとで中学校ということですね。中学校の教員と、今年の6月からということは約半年ぐらい、うつ病で休職しているということですね。で、休職中も、まあ、学校側の、手厚い待遇があって、ほぼ変わらない給料が支払われているよということですね。で、まあ、このままでいいのかどうかってことですか。はい。で、妻も子供もいるんで、なんか思い切った行動を取ることが正解なのか悩んでいると。うん、まあ、独り身だったらね、まあ別にね、職変えてもいいけど、あの、妻と子供がいるんで、やっぱ、収入は安定させないとっていうところだよね。まあでも、どうだろうね、なんか、まあ勝手な俺のイメージなんだけど、学校の先生ができる人って、まあお金以外にも、やはりその、教職員ね、その、自分の中で子供たちを教えたい、勉強したい、あの、勉強教えたいとか、あとは子供たちを育てていきたいとか、まあそういった、あの、信念を持ってる人たちが、まあ学校の先生ってやってるのかなって、あの、個人的には思ってます。例えばさ、他の仕事ってさ、別にさ、そういうさ、信念とかなくてもさ、まあ仕事できるじゃないですか。例えばお金が良ければ仕事ができる。ね、仕事場の人たちがいい人だったらできるとか、近いからできるとか、別にその信念がなくたって、まあ、仕事としてある程度条件が整ってたらやれたりするんですけど、学校の先生って、まあ、給料良くても、例えばさ、なんかそれだけではさ、なんかできる気がしないんだよね、俺はね。そう、まあ、俺も大学の時に、まあ、教職員免許って言って、なんかその、同級生の何人かが、その教職の、あの、講義を取って、その教職課程を受けてですね、その、そっちの道に行った人もいるけど、やっぱりなんか大学生なんだけど、やっぱこう一緒に話してて、やっぱ信念みたいなの持ってたね。なんか、あの、自分はなんか家庭が、あの、貧乏だったから、なんかその、学校の先生になって子供たちに授業を教えたいんだとか、なんか教えることが好きだからとか、なんかその、お金の面とかそういうのだけじゃなくて、なんかそういう信念を持ってたんですよ。まあ、少なくとも僕の同級生はね。なので、その学校の先生をやるのって、なんならお金だけ、を求めるならば、たくさん仕事はあると思うんですよ。その給料のいい仕事とか、稼ぎのいい仕事とか、なんなら自分自身でも仕事できると思います。ですけど、学校の先生でそれだけじゃないと俺はずっと思ってるんで、このメール読むと、休職している今も給与がほぼ変わらずに支払われていて、手厚い待遇があって、それを手放すのはもったいないのではないかっていうふうにおっしゃってますけど、今そのうつ病で、休職してて約半年ぐらい自宅におられるわけでしょ。で、その、休職するかしないか、じゃなくて、その、転職するかしないかの、その理由って、お金になってるよね。そう。だから今の仕事から転職するのは、今がお金もらえるからいいやってことじゃないですか。その、どうしても、また、その、うつ病を、こう、治して、その、克服して、乗り越えて、また学校の先生をしたいっていうよりかは、今その転職できない理由っていうのは、妻も子供もいる身だから、その休職中でも給料がもらえるから、この美味しい状況を手放すのはもったいないよねってことでしょ。だから、なんか、まあちょっと短いメールなんであれですけど、このメールを読む限りでは、その学校へのこだわりって、その生徒たちのこととか、自分のそういう信念よりも、病気を持ってても自宅にいながらもお金もらえることの環境の良さにちょっとこう、すがってんのかなっていうふうに、思うんだよね。このメールを読む限りではですよ。なと、どうなのかなっていうところはあるよね。ただまあ別にその、僕はいいと思いますけどね。そのまま
あの学校の先生、まあ、教員をしながらその学校側がいいというのであればしっかりと休みを取って心の調子が良くなるまでお休みされることは別に学校が許しているわけですから別にいいと思うし、まあただそうなんですよ、その転職をしたからといって転職先が今よりも環境が良くなるのかとか、その仕事としてどうなるかっていうのは分からないんで、その転職イコール絶対良くなるっていう保証はないですからね。うん、ただ現状を今その療養しながらもある程度収入があって妻も子供もまあ養えているっていうのであれば、まあ今はまあそういう環境に甘えさせていただいてその病気を治す方向で考えたらいいんじゃないのかな。うん、もしそれでダメだって言うんだったら学校側がちょっと申し訳ないけどって話になると思うんで、まあその自分自身その心の病気でそのうつという形でその半年以上休職してお金をもらってることにちょっと気にされてるのではないかなとは思うんですけど、なんでまあ無理に転職する必要はないのかなと思いますけどね。ただまあそのやっぱり学校ってお金だけじゃないと思うし、まあ俺的にはやっぱり生徒と向き合って子供のために仕事してほしいなと思うところがあるので、まあ現状別にそういうことを考えろっていうわけじゃないし、やっぱり今うつ病ですからたくさんのことを考えすぎるとまた思い込んだりとか葛藤が出てきたりすると思うので、今は考える必要ないかもしれませんけど、まあ落ち着いたらまたやはりね、そういうような意識を持っていただきたいなっていうふうに思います。学校の状況とこのままでは子供たちが不幸になってしまうのではないかという思いでっていうことですけど、ごめん、ちょっと言ってることがわかんないんだよね。その子供たちがなんで不幸になるの？コロナ禍以降社会が変化している中で、まあ、旧体制ってことだよね。まあ、あんまり変わってないってことだよね。学校側はね。コロナ前からコロナ後もね。で、その学校の状況と、このままでは子供たちが不幸になってしまうのではないかという思いで葛藤がリアンでしまいました。まあ、コロナうつってやつかね。わかりやすく言うと。そう、コロナ禍における社会の変化と、その自分が働いてる職場の変化のなさをこう比べたときに、なんかいろいろとこう、先を考えてしまって、コロナうつになってしまったっていう感じなんですかね。うん、そういうことですかね。だから学校がこのままその今の時代に沿わずに旧態のままで進んでいくと子どもたちが幸せじゃなくなっちゃうんじゃないかっていうふうに考え出したら病んでしまったってことだと思うね。なんかコロナっていうけど、ああいう病気って子どもほど順応してきますよね。コロナの初期もそうだったんだけど、大人がかかったりとか、成人病を持ってるとか、体の悪い大人がかかったりすると、ほんと命失うよって話だけど、おじいちゃんおばあちゃんとか、子供たちだとなんか風邪みたいな症状で、だから俺は子供たちはワクチン打つ必要ないんじゃないかって言ってたの。なんか変になんかさ、人工物をさ、体にぶち込む方が体に悪い気がして、別に子供は知らないんだったらワクチンいらないでしょ。いらないでしょってのが俺の考えだったんですよ。で、死ぬような人がワクチンを打つべきで、知らない人はワクチンなんかいらなくて、なったって自然治癒すればいいだけの話であって。子供って別にコロナにもどんどん順応していくし、結局たくさんの子供たちが今元気で生活してるわけじゃないですか。なんなら大人の方が結構、まあ、参っちゃったりするわけで、実際さ、子供は学校行ってるけど、学校の先生のこのリスナーは学校行けてないわけじゃない。結果ね、そう。だから子供たちが不幸になってしまうではないかって言ったら、だから自分が不幸になっちゃったわけじゃない。なんで、その、なんだろう、別にこれ悪く言うわけじゃないんだけど、あなたは一教員なんだから、されど一教員なんですよ。教員は教員のすべきことを俺はすべきであって、うん、なんかその社会がとか学校がとかなんとかって自分のキャパを超えていろいろ考えると病んだりするわけで、はっきり言うけど別に一教員ができることって限られてるんですよ。そんなのは。国を変えれるのとか学校を変えれるのって偉い人しか無理だから。そう。だったらそういう道行けばいいしって話で、あなたはあくまで学校の一教員なんだから、ちゃんと例えば自分が担任で、クラスを持ってるんだったらそのクラスのことを第一に考えるべきだし、大きなことをあまり考えない方がいいかもしれないね。なんかいろんなことが考えてどんどん連鎖的にどんどん膨れ上がってってるのかもしれないけど、今一度ちょっと足元見ていただいて、まあ一教員ですから、その自分のできることとか自分のねやれる範囲内でね考えた方がいいかなと思いますし、まあ今現状ちょっとうつ病とのことなので、まあそういうことも一旦置いといて、まずはその自分のためにねいろんなことを考えて、その自分がプラスになるような生活をしてほしい。なんで別に転職もいらないと思います。で、もし学校側があなたのこといらないって言ったら、その通達はきっとあるから。別にそれがない以上、学校側もあなたを必要としてるわけなんで。うん、だとしたら、なんか、どうしようかな、転職しようかな、じゃなくて、そんなこと考える暇あるんだったら、一日も早く直して学校に復帰しましょうよ。そう、それが一番の貢献ですよ。これで、転職しますってなったら、学校側も寂しいじゃないですか。みたいな、別にそういうこと
こっちは言ってるわけじゃないし、って思われると思いますよ。そう、戻ってきてほしいから別に休んでたって給与は支払ってると思うし、だから学校のことを思ったり子供たちのことを思うんだったら、まあ、一日も早く自分の心を直してまた現場に復帰することですよ。の方が大事だと思う。なんか転職とか考えるのはちょっと違うと思う。だってまだその必要ないじゃん。そう。ただまあさっきも言ったけど、お金のためだけでこの学校の先生をやってるんだったら転職してもいいかも。でも俺は学校の先生はお金のためだけじゃないと思う。こういう仕事ってきっと。なんか信念とかもあると思う。うん。なんで、なんかまた立ち上がってほしいなと思いますけどね。心の病、まあ、特にうつとかって目に見えないからね。臓器じゃないからね。心って何って話、心でどこにあるのって答えないじゃん。まあ、頭の中かもしれないし、心臓の隣にあるかもしれないし、どこかわかんないけど。まあ心って、人それぞれ違うし、世界に二つとないものじゃない。もうその人にその一つの心ですから。まあ俺はね、俺の勝手な考えですよ。もう病院の先生でも治せないと思ってんのよ。心の病は。自分しか無理だと思ってる。心ってわかるのって自分しかいないんだよ。今の心の状況とかって、周りは絶対わかんないし、ね、喋ったところで分かった気になってるだけで、あくまで、息抜きというか、なんかその、毒抜きみたいな感じ、うん、ガス抜きか。そう。ガス抜きみたいな感じなんで、まあ病院行ったりしてもね、先生が話聞いてくれて、一時的に自分の溜まってるものをガス抜いてくれてるってもので、治ってるわけじゃないんよ。あれって。そう。溜まったものを出してるだけだよね。うん。まあでもそれもまたね、一つのケアであることは間違いないし、病院も必要とされてるし、病院も必要なんだと思うけど、でも治ってはないんだよね、結局それってね。でも治すのって自分しか無理だし、鬱って、今多分コメント書いてる人も明日なるものだと思ってるし、逆に明日治るかもしれないですよ。そう、俺たちだって明日鬱になるかもしれない。で、こういうメールって俺山ほど今までいっぱいもらって、いっぱい、まあ解決はしてないけど、まあ俺なりに、まあレスポンスしてきたんだけど、とにかくね、こういうメール送ってくる人ってね、真面目でね、自分のせいにする人が多いんですよね。自責の念が強い人が多い。なんかあってもね、自分のせいにしちゃう。そう、他人のせいにできない。他人のせいにするのが申し訳なくて、悪い気がして、全部自分が悪いと思っちゃって、塞ぎ込んじゃうんですよ。で、そうしてどん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 心の病が大きくなったり、鬱になったりするんだよね。そう。だからすごく真面目で優しい人が多いんだよね。そう。その結果ね、人のせいにできなくて、自分が悪い、自分が悪いと思って、自分は必要とされてないんじゃないかとか、自分は生きてる意味ないんじゃないかって言って、すごくネガティブになっちゃうんだよね。だから、なんか他人のせいにしろっていうわけじゃないんだけど、あなたは生きていてそこまで責任を負うような人じゃないよ。なんかね、そこまで人って悪くない、一人一人は。なんかね、そんなにあなたが悪いって、なんでって俺は思うよね。そう。まあ、いろんなことあると思うけど、ほんと交通事故だって、10ゼロってめったにないんよ。そう。乗り物を運転してる以上、人間がハンドルを握ってる以上、10ゼロってあんまないんですよね。そう。どんなに相手が悪いってやっぱ8、2とか9、1とかなっちゃうわけで、人と人とかね、こう生きてるとね、100% 自分が悪いってね、ないっすよ。逆に 100% 相手が悪いのもないんですよ。だから、なんかもうちょっと自分にね、優しくしてほしい。相手のせいっていうよりかは、自分は悪くないんじゃないかとか、自分はもうちょっと正しいんだっていうのを思わないと、なんかネガティブに生きてると、本当にね、もやもやしてね、何もできなくなっちゃうからね。自分で自分を大好きになって、自分で自分を認めてあげてほしい。日々のことを。そう。他人はね、そんなに認めてくれないしね。うん、友達とかいるかもしれないけどね。まあ、所詮他人なんですよ。そう。だから、自分で自分を認めること。自分で自分を好きになること。自分で自分を許してあげること。やっぱ、それが、やはりね、そのね、心の病の解決にちょっと繋がるんじゃないかなと思うんでね。まあ、ツイッターとか見ててもそうなんだけど、とにかく自分を卑下してる。すごく自分をね、ディスってるんだよ、みんな。自分がクソみたいな人間だ、みたいな。そう。他人にクソって言われるんだから、自分ぐらいは自分を認めないと。俺なんかね、配信やっててね、めっちゃみんなにね、ディスられるんだよ。まあ、愛あるディスだから気にしてないけど、だから自分自身は自分で守らないと、そんなのもうボロカスになってしまうじゃないですか。なんでね、なんか、もうちょっと自分を認めてあげて、優しくしてあげてほしいなと思いますけどね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。